サンキューポイサンキューポイそこではい、どうも皆さんこんにちは、つらにーです。カイセイです。はい、というわけで本日はですね、カイセイくん連絡しましたね。来た来た来た、宝物を3つ持ってこいって言いましたね。まあ、今回はその宝物をかけて争奪戦をしたいと思います。なるほど、価値のあるものですから、宝物っていうのはね。というわけで早速、はい、宝物をちょっと紹介していきましょう。じゃあカイセイくんから。こちらですね。おお、ハンカチ。バンダナです。バンダナか、最近よくつけてるやつね。そうです。じゃあ次こちら。ちょっと待って、わかりにくいかな。何それ、何それ。カラビナって言って。カラビナ、こんな聞かないよ、文字あります。それ何なの。俺が中2ぐらいの時に、月500円ぐらいしかお小遣いもらってなかった。はいはいはい。これ確かね、800円ぐらいしちゃうんだね。それをずっと使ってんだよ。相当大切にしてたんだ。すごい、もうほんと5、6年以上使ってるわ。じゃあ次は。こちらでございます。ちょっと待ってください。がっつりがっつりです。土足厳禁ですよ。あれ、これはめっちゃ履いてるの見るわ。ちょっとすいませんね。ちょっと見ていいですか。なるほど、じゃあこれが海鮮の宝物ね。じゃあ、はい、俺の宝物いきます。1つ目、これです。あー、これいつもつけとる時計たち。2つです。セットセット、これはもういつもつけとるから、もう宝物ですよ、これ完全に。続いての宝物、こちらです。ピアーヌ。もう一番大好きな。前の家の時はもうずっとある。ずっとある。で、いまだにドレミ覚えれなくて貼ってるっていうね。で、続いて最後こちら。10万人の盾でございます。これはね、もう動画に映らんとかで飾っとるもん。ってくらい、もう大切にしてる。この3つです。というわけでね、3つずつ宝物持ってきたんですけど、まあ、今日はね、争奪戦ということで、戦わなきゃいけないんですよ。今回戦うもの。あ、こっちだ。フォートナイトとコラボしたナーフでございます。こちらを使って先に相手のお宝を撃ち抜いた方がお宝ゲットでございます。撃ち抜く。でもさすがに宝物に直接当てちゃうのは良くないので、今回はこちらを用意しました。それぞれね、3つずつこうやって的を用意したんで、はい、ここに宝物を書いて撃ち抜いていきたいと思います。というわけで早速ここに宝物の名前を書いて、この部屋の中にそれぞれ隠していきましょう。で、先に見つけて、撃ち抜いた方の勝利でございます。とりあえずじゃあちょっと隠しますか。はい、隠しましょう。というわけでね、お互いに的を隠し終わったので早速遊んでいきたいのですが、今からですね、僕の家にイカリングくんが遊びに来るんですけど、今回はイカリングくんにバレずに戦っていきたいと思います。だから高度なテクニックを使ってイカリングくんの目をそらしながら的を射抜いた方が勝ちでございます。わかりました。まあお互いね、ブースターさばきには自信があるんで、早速やっていきたいと思います。どうに、こちら最近調子は。でも普通よ。おー、元気かなと思って。普通に元気。普通にラップは俺も好きだからな。キングちゃんの友達結構いる？友達多いですよ。本当に。どんくらいおるの？フォートナイトのアイテム、アサルトライフルがナーフのエリートシリーズのブラスターとして登場。アクセルボタンを押してパワーアップさせ、トリガーを引けば狙いを定めてワンダースずつ発射できちゃうぞ。クラス何人なの？18人しかおらん。18人しかおらん。どこだい？毎日、夏に戦争出せる。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 さすが水さん。なんか落ちてきた今。びっくりした。あっち向いてホイッスル。ああ、うん。最初は。フォートナイトのアイテム、サプレッサー付きピストルをブラスターで実現。3本のダーツを一度に装填し、トリガーを引いて1本ずつ発射できちゃうぞ。ダンケンポイ、ダンケンポイ、ダン、ダンケンポイ、ダンケンポイ、あっち向いてホイ、ダンケンポイ、あっち向いてホイ、あっち向いてホイ、ホイ、ダンケンポイ、あっち向いてホイ、アイコでしょ、アイコでしょ、あっち向いてホイ。なんの？勝った、勝った。ダンスパーティーしよう、リングちゃん。いいね、ダンスパーティーしよう。ちょっと向こうの方が強いよ。ここでやる。で、リングちゃん、ここでちょっとダンスパーティーしよう。イエーイイエーイイエーイ。違うよ、これよ。イエーイイエーイイエーイ。あ、カイセイもダンスパーティーしたがってる。あ、いいね。カイセイもダンスパーティーしたがってる。カイセイだ、カイセイ。イエーイ。違うよ、違う。え、すごい、すごい、すごい。
ちょっと待ってて、休憩しといて。はい、くつろいでて。え、怖っ。はい、というわけでね、2個的をね、倒し終わりました。やられちゃいました。もうこのまま僕があと1個的を射抜いて勝とうかなーなんて思うんですけど、実はえまだ別のナーフがあるんだよ。ええぇ、ー、うわぁ睡眠取ってるの。寝なきゃダメだよ。人間ってやっぱ寝ないとさ、ほんまにダメなの。しりとりリンゴ。フォートナイトにインスパイアされて設計されたダーツ発射型のブラスター。このブラスターを使用すればフォートナイトの世界観で楽しむことができちゃう。ラッパ、パンダ、ダンゴ、ダンシングパーティー、ダンシングパーティー 2? そうだよ、ダンシングパーティー2やっちゃう。違う、じゃあ催眠術かけます。ダンシング好きでしょ。催眠術とかけます。こっちを一緒にね、ずっと見ておいてください。はい、フォートナイトにインスパイアされて設計されたロケットランチャー型のブラスターで見た目やカラーなどを忠実に再現しているぞ。催眠術をかけますからね。はい、いきますよ。そこでそこでそこでちょっと気にさえ、くさえ、え、何何何何あ、ちょっと、せーの、ズビズビベベベベ、ちょっとあれ、ちょっと、お前もよっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、わーい、よっしゃー。イカリングくん、実はですね、僕らイカリングくんにバレずにある戦いを行ってました。ね、ちゃんこバレてたよ。あれ僕らなんとですね、ナーフを使って戦ってたんですよ。そう、今回の名目はですね、宝物をね、3つ持ってきて的を撃ち抜いた方が宝物をね、もらえるというやつなんですけど、どうでした。狙いを定めてさ、撃つのがめっちゃ楽しいんだよ。あー確かに、これ当たった時はめちゃめちゃ楽しいね。やってみたい。めちゃんこやりたい。よし、じゃあちょっとみんなでブースターで遊びますか。ね、もうちょっと宝物を取り返さなきゃいけないから、じゃあ遊ぼう。はい、というわけでどうでした。めちゃくちゃ楽しくない。楽しい。狙えた時の嬉しさやばくない。というわけでですね、今日使用したナーフはトイザラスやアマゾン、おもちゃ屋などでね、手に入れることができます。で、これね、まあ外で遊ぶのもいいんだけど、ナーフを使えばね、自宅でも楽しめるんでね、はい、だから外が雨降ってたりしてもね、お家で遊べるということでね、非常にね、楽しくて盛り上がれるので、皆さんもぜひ買ってみてください。それでは皆さん、次のバンバン。